フォルジャーズ、フォルジャーズは、アメリカ合衆国で広く普及しているコーヒーのブランド、J.M. スマッカーの飲食料部門の一部。フォルジャーコーヒーカンパニー、ザ・フォルジャーコーヒーカンパニーの前身は、1850年にカリフォルニア州サンフランシスコで創業した、パイオニアス・チーム・コーヒースパイ・ミルズ、ザ・パイオニアス・チーム・コーヒースパイス・ミルズであった。 この事業は1872年にジェームズ・ウェイ・ホルジャーが取得し、ホルジャーズと解消した。ホルジャーはカリフォルニアゴールドラッシュの時期にわずか15歳で兄二人と共にマサチューセッツ州のナンタケット島からカリフォルニアへやって来た人物であった。1850年代にケローシンがゲイユに代わる安価な材料になると、それまで捕鯨船として、 南タケット島の経済を支えていた船の多くが、コーヒー豆の運搬船に転用され、南米からサンフランシスコへとコーヒーを運ぶようになった。20世紀半ばには、ジェームズ・ A ・ホルジャーの彦にあたるピーター・ホルジャーが経営に采配を振るい、ホルジャーズは、世界最大のコーヒー消費地である北、アメリカ市場において、主要なコーヒー関係ブランドの一つにまで成長した。 1963年、プロクターギャンブル、P&G が事業を取得し、ホールジャー S からアポストロフィーを取って、ホールジャースと改めた。2008年1月、P&G は、ホールジャーズがグループ参加から独立し、本社はシンシナティに置かれることになると発表した。ところが、同年6月には、この発表を撤回し、ホールジャーズは、年内に、 J.M. スマッカーが取得することになると発表した。逆モリストラスト取引と称される例の少ない金融手法を用い、スマッカーは2008年11月にホルジャーズを買収て参加の子会社とした。アメリカ合衆国ではホルジャーズは9つのブランドを展開している。カナダでは主にクラシックローストとマウンテンロースト、マウンテンローストが流通している。 イギリスでは、ホルジャーズインスタントクリスタルズ、フォールジャーズインスタントクリスタルズが流通している。ホルジャーズは、ザベストパートオブウェイキング、アップイズ・フォールジャーズ・イニューア・カップ、お目覚めで最高なのは一杯のフォルジャーズという、宣伝文句を使っている。このスローガンは、1984年以来、ほとんどすべての広告で、スーザン・シュピーゲル・ソロベイ。 スーザン・シュピーゲル・ソーラベイと、ビル・バーニック、ビル・バーニックが作詞し、レスリー・パールが作曲したジングルと共に用いられている。この間、ランディ・トラビス、アレサ・フランクリン、ロカペラ、ロッカペラなど、数多くの有名なミュージシャンがこれに編曲を、加えながら演奏してきた。フォルジャーズのテレビ広告には、長い間、ミセス・オルソン、ミセス・オルソンという、 スウェーデン人のおばさんが登場することで知られていた。ミセス・オルソンは様々な問題でコーヒーが美味しく作れないご近所さんたち、ほとんどの場合は奥様方にいつもホルジャーズコーヒーを一杯勧めるのであった。1965年から1986年まで女優バージニア・クリスティン演じるミセス・オルソンはホルジャーズが山で育てた一番リッチなコーヒー。 マウンテングローン、ザリチストカインドオブコーヒーだと視聴者に繰り返していた。フォルジャーズが1970年代や1990年代、初めに展開したインスタントコーヒーの宣伝は、様々なグルメ系の有名レストランを舞台に、ブライアン・クラーク、ブライアン・クラークのナレーションで、レ・ワは、ここ、有名な四つ星レストランの名で、いつも出されているコーヒーを、密かに、 ホルジャーズ・クリスタルズと入れ替えてみた。違いに気づく人が誰かいるか、見てみよう。We are here at, insert name of four, star restaurant, where we, bay secretly replast the fine coffee they usually, セルベウィス・ホルジャーズ・クリスタルズ let, sc if anyone can tell the difference, と語り、ホルジャーズ、アメリカ最高のレストランで出せるリッチなコーヒー。 フォールジャーズ・クリスタルズ・コーヒー・リッチ・イナフ・ツー・ビー・セルベド・イン・アメリカズ・ファイニスト・レストロンズと締めくくるものであった。1985年から流されたフォールジャーズの広告はクリスマスの季節の風物詩になった。ピーターという学生が大学から実家に戻り、彼が作り入れたてのコーヒーの香りが眠っていた両親を起こし、息子の到着を知らせるのである。カニンガム ウォルシュ、カンニンガムウォルシュが制作したこの広告は、1998年まで放送された後、2004年と2005年にも再編集されて放送された。2009年には、西アフリカから帰郷した息子が、コーヒーの香りで目を覚ますという、似た趣向の広告が作られた。1980年代半ばには、ホルジャーズは、 当時、商業化が進んでいたナスカーのスポンサー企業となり、自動車関係、タバコ、ビール以外の業種では、最初のスポンサー企業の一つとなった。施工として参加した1985年のシーズンに、ジョー・ラットマンが、ドライバーとして乗り込んだ、ラリー・マクルーア、ラリー・マクルーアの創設者の一人が所有するシボレーを支援した後、ホルジャーズは有名、レーシングチームや、 ティム・リッチ・モンド、ベニー・パーソンズ、ケンシュ・レーダー、マーク・マーティン、といった人気ドライバーへとスポンサー活動を拡大した。2006年、広告代理店サーチサーチが、幸せな朝、ハッピー、モーニングスと、通称されるフォルジャーズの広告を、バイラルマーケティングの手法で広めた。日の出とともに、太陽の日差しが人々を起こすのを象徴する多数の、賑やかな歌い手。 踊り手たちが登場する、この広告は、ブログや、YouTube などの動画サイトで広く紹介された。かつてホルジャーズの本社は、カリフォルニア州サンフランシスコのハワード通り101番地、101フォワードにあるレンガ造りの5階建ての建物である、ホルジャーコーヒーカンパニービルディングにあった。この建物は、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。現在も、 この建物の角には、ザ・ホールジャース・コーヒー・カンパニーの看板が掲げられている。この建物の最上階には、ペンシルベニア大学、ウォートンスクールのカリフォルニアキャンパスがあり、役員向けの経営学習士、MBA のコースが設けられている。2011年8月2日、ホールジャーズビルディングは、発祥の地である、サンフランシスコ中心部への会期を進めていた。 サンフランシスコ大学によって買い取られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。